拳をしっかり、帯の前で、帯を持って握ります。そして足は極力結び立ちに近い位置まで持ってきます。まあ、慣れない方は若干開いても結構ですが、極力結び立ちになるようにしてください。この位置からまっすぐに蹴り上げる方法、左右まっすぐに蹴り上げる方法です。それから半円、楕円を描くような形で蹴り込む。そして真横から振って蹴っていきます。しっかりと組手の構えに立ちます。こうした場合、相手も同じように立ったと想定します。その場合、相手の前足、相手の後ろ足、相手の前足の外側、内側、相手の後ろ足の内側、外側という形で蹴り込んでいく4種類に大きく分けて説明をいたします。自分の後ろ足で相手の前足の外側を蹴り込む下段回し蹴り、自分の前足で相手の前足の内側を蹴っていく、自分の後ろ足で相手の後ろ足の内側を蹴っていきます。また前を一歩前を詰めながら自分の前足で相手の後ろ足の外側を蹴っていく、大きく分けたらこの4種類に分けられると思います。お互いに構えた状況、この状況から、中間距離と言ってもいいと思いますけど、状況から特に下がりも前に、下がることも前に出ることもなく、この状態から蹴れる場合、こういう状態で蹴ります。間合いが近くなっている場合はその間合いを外す形でステップワークを用いて蹴っていかなければなりません。また間合いが遠い場合は踏み込む形でステップワークを使って間合いを調整しながら蹴り込んでいく必要があります。に一歩踏んで前に出てきます。これは相手の後ろ足に対して自分の前足が連動する、返す、迎えるという状態ですね。続いて下がる場合、後ろ足から後ろに下がります。それに対して前足を連動させて相手を追いながら外、今度は後ろ足を後ろ足に連動させて内、前から内、後ろから外という形に持っていきます。はい、構えて、まず相手の前足からの前蹴りに対して回し受けで相手の足をコントロールして下段回し、外側から下段回しです。相手が追い突きで前に出てくるのに対応して内側の下段回し蹴り、逆突きで前に出てくるのに対して後ろ足の内側、また自分の攻撃から相手をコントロールして前をコントロールして蹴っていく下段回し蹴りの使い方、こういった例が示せると思います。続いて、構えて、同じような動きの中でも相手の前蹴りに対して
落ちる瞬間、足の落ちる瞬間を狙って相手のバランスを崩す。もう一度、下段の使い方。また相手がついて踏んでくる瞬間、もう一度相手のバランスを崩していく。こういった使い方もできます。また日常の稽古においては、相手の前蹴りに対して引っ掛けながらバランスを崩す。こうやって中段回し蹴りに対して抱え込んで蹴っていく。上段回し蹴りに対して跳ね上げながら軸足を蹴っていく。かかと落としに対して下段で合わせていく。さらに後ろ回し蹴りに対して合わせていくと、こういった使い方もできます。Glaube ich, du mein Da, glaube ich.